いいな。それ何してんの？いや、ちょっと、なんか、こうやっていきたいなと思って。手元低くしたいってこと？そうですね。なんかこの辺めっちゃスペース作って、そこにもう手元も腕もクラブもスッて入れてきて、はいはい。もうなんかスーパーレベルでこうスッて、わ、今のとかめっちゃいいんですけど、あ、確かにね、こうやって打ちたいんですけど、実際打つときできないんで、なんかもう今回、こんな小さい動きでとりあえずやろうかなと、こうやって。なるほど。ありがちだね。ありがちです。とってもありがちな練習をしています。ダメですか、この練習。ダメとは言わないけど。でも、やってて、もう、手でやってるっす、全部。でしょ？効果はない。効果ない。だから、あ、でも気持ちいいから自己満なだけですか。そう。まあ、じゃあちょっとメカニズムから説明していきましょう。お願いします。はい、まあ、この手元が浮くっていうのは、アマチュアゴルファーの方もめちゃくちゃね、やっぱり一番悩むよね。そうですね。手元がこうどうしても高くなっちゃう、プロみたいに低くしたいみたいな、まあ、ジョーは十分低いところに来てるんだけど、まあ、それでも浮くと。そうですね、うん、もう一つ低くだよね、はい、はい、っていうところでちょっとじゃあ解説をしていきましょう。まずね、手元が低くなってしまう。低くなる？違うね。高くなってしまう。高くなってしまうね。はい。高くなってしまう原因です。はい、低くなってしまいたいっす。そうだね。さっき低くしたかったんだもんね。はい。じゃあね、高くなってしまう原因ですよ。はい。これね、さっきジョーがやってたのって、やっぱ手元低くしようとして、こう、もう意図的にこうじゃん。そうですね。もうね、こう、こう、やって。ね、だから打てないのね。あ、ここでは打てるけど。そうですね。この振りだからどんどんめっちゃ小さくなってたんですよ。この練習したら。そね、だからそれ何やってんのかなと思って。掃除です。そう。ゴミ吐いてんのかなって。まあ、これ良くないってお話したんですけど、はい、なんでかっていうと、手元が低くなるのって別に手元が低いわけじゃない。はいはい、はい、うん、まあ。結果低いっていうだけであって、はい、かつ皆さん勘違いしてるのは構えよりも低くはなんないから。あ、構えた位置でインパクトしてるのが手元が低いだけなんですよ。あ、これ十分低いじゃん。はいはいはい、はい、低いじゃないですか。低いです、ね、構えた位置。浮くってのはこっちだからね。構えた位置よりも高いのが浮くなる。もちろんそれをちょっと大げさに覚えようと思ってこうやってやるわけよね。はいはいはい、はい、でもこれはこの問題じゃないの。この問題じゃない。じゃあ何が問題と、はい、結論、手が前に、あ、これが問題なんです。結構初心者とかアマチュアの人多いですよね。そう、こっからなんか手がボールにこう向かっちゃって、そうだから、あ、やべえってなって、はい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 、はい、やべえってなって手元置く、はいはい、だから手元置くんですよ。別に決して自分でこんなことやってない、うん、もちろん結果こうなるからこうやって浮きますけど、はいはいはい、うん、だからジョーもその節があるってこと。あ、うん、いやでも俺アウトサイドインになってないよっていう人多いと思う、うん、でジョーもそうじゃん、はい、別にアウトサイドインには振ってないよと、はい、これ実はね、隠れアウトサイドインって僕言うんだけど、隠れアイ、そう、隠れアウトサイドイン、要はこの手の軌道っていうのは上がってきた軌道よりも、はいはい、もちろんクラブと一緒で少し内側から手も返ってきたいわけですよ、はいはい、でもこれが上がってきた軌道よりも前から来る。普通だったらアウトサイドインになるよ、ね、はいはい、だ初心者の人はこれとか中級者の人はこうやってアウトサイドになる。でも上手い人ほどクラブは倒せるんで、あ、クラブは後ろから来るんですよ、はいはいはい、だからパッと見インサイド、うん、要は寝てるんだけどこれだと。で寝ちゃってるから、あ、無理だってここでガッと来て浮いて引っかかるみたいな、っていう状態です。めっちゃ多いですね、最近きっかけ。あ、ちょっと動画とか撮っても、うん、寝てるのは確かに感じてたんですよ、うん、でもまあそのインサイドアウトだから、うん、まあいいかなみたいな、そうって思っちゃうね、はい、うん、実はそうじゃない。だからこれが隠れアウトサイドに、手元自体もちゃんと内側から来ないと戻らないわけです、うん、ということでじゃあ何をしましょうと、はい、いうことなんです。であの練習ですね、はい、違います。意味がないです。はい、じゃあやり方を説明していきます。お願いします。まずですね、
意識としてはまず右膝の前、はい、ここですね、はい、こうやってバックスイングをして、このバックスイングができたのがまず手だから、はいはい、でここのスペース、ここですね、ここに向かって腰を引くと同時に腕をそこに落とします。おこれぐらい近いとこ、はいはい、もう本当当たるんじゃないのっていうぐらい。もうこれパッと見どう、こうやって見て、いやめっちゃ綺麗です。綺麗よね。ここまで来たらもう行くとこないから、お手元浮かないよね。でバチンと入ってくる動きになります、はい、で今まあここに来るとは言ったけど、なかなかこっち引きながらって難しいのよ。そうですね、はい、でここでちょっとねポイントがあって、はい、意識するのが何かっていうと、ここ下腹部、おへその下腹部、ここですね、もうほんと股間のちょっと上、はいはい、まあ、恥骨がある部分って言った方がいいかな、はいはい、この恥骨がある部分って、まあ、下向きますよね絶対に、はいはい、この下向いている恥骨をトップから切り返すときに下向けながら、お手元を右膝の前に落としてください、はいはいはい、基本的には腰に引きながら恥骨を下に向けながら、はい、ここに向ける。まずこんだけ、これをモーションで2回取ります。トップ作る、恥骨を下向けながら膝の前に落とす、落とす、繰り返す、はい、3回目で打つ、はいはい、っていう練習、ちょっとやってみましょう、はい、作る、恥骨を下向けながら膝の前、そう、おお、そう、それぐらい、あそこ、そう、スルッと入るでしょ、はい、後ろちょっとバッて後ろに突き出してこうスペース作って低くしようとしたんですけど、うん、はい、なかなか、まあ、状態がこう突っ込んだり回転がちょっとこうしづらくなったりする、そう、詰まっちゃうでしょ、そうそうそう、で低くなった結果今度回れなくなってダフルみたいな、そうそうそう、うん、これは結構回転動作も入るし、そう、ちょっと下に行ける、そうそうそう、おお、で2回やって3回目で打つ、そう、3回目で打つ、そうそう、おめっちゃいい、そうそう、さっきの掃除ドリルと一緒の半額ですよ掃除ドリル新しいそう、この掃除ドリルがスイングでできるスタント、そうそうそう、さっきの感覚出たでしょ、はい、そう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 、あめっちゃいい、でも回転は入るんだよね、はい、うん、しかもめっちゃ手元低くなってんのにダフんないっす、そう、まあ、なんでかって回転が入るからよね、ここまで来てすごい、確かにこうやってきたら低いけど、うん、実際回転していくときってこれ以上絶対低くなれないのよ、あ要は上がってきた位置よりも絶対低くはなれない、はいはい、なんでかって沈んじゃったら回転してないから、うん、回れないんで、はいはい、だから回転ってのが入ってる、まあ、要は恥骨を下に向ける動きで回転運動を促すことによって低くしてるけどこれ以上低くなれないので、あとはここから先前に出てきて勝手にハンドファーストになってインパクトを迎えることができるといった感じですね。めっちゃいいです。で多分結構最初怖いですね。怖い。僕も今もう信じて思いっきり、ま、体回してるからダフんないけど。そう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 。まあでもダフった人は大体もう回転が止まってるって。回転が止まってるだけ。うわこれめっちゃいい。あ綺麗。あ低い。やば。この低さでめっちゃ、まあ、低くはなってないんです。なってないというか、まあまあ、アドレスの位置。僕のイメージよりか、僕のイメージはもうこんなんです。そうだろうね。なのに、ダフらずにスパーンっていけるんで。そうです。めちゃくちゃいいです、これ。で、これで、例えばさっきダフる人は、ダフる人はどういう状況かというと、今言った回転ともう一つあるのは、もともと前に出て、トーダウンで打つっていう、はい、要は手首をこう合わせに行くわけよね。はいはい、要は、この動きしてる人ってどういう球が出るかっていうと、例えばこれ、綺麗に戻ったときはシャンクするんですよ。手元前に出るからクラブ自体も前に出るから、はいはいはい、まあ、これ初心者とかに多いよね、うん、だからシャンクするんですよ初心者の人って。でバチンってシャンクで悩む、うん、でこれが上手くなってきた人はそのトーダウンがちょっとこうボールにコンタクトしやすくなってくるわけ。要は今までこうやって手首使ってた人がこうやってちょっとずつこうボールに向かって手首を使うようになる、はいはい、そうすると今度は当たるようにもなってくるけど右に行くとかチーピンするとかそういう風になってくる。その癖がある状態でここに来るとダフるんですよ。ここ、ここ、ドンみたいな感じでやっちゃうから、まあその場合は、まず今の練習をして、まあ、なるべくもうダフってもいいからっていうのを飲み込んで、まず何回も、うん。そうすると自然に手の通り道、ほどけなくなってくるんで、はいはいはい、ほどけようがないんですよ、実際これって。ほどけないじゃないですか。ほどけないです、ね。ってなってくるから、もう最初、それはアマチュアの人はもう飲み込んで、うん、ダフってもいいと思ってます、この練習をする。うん、繰り返すということですね。
もうほどける前になってもうほぼインパクト付近まで来てるから、そう、こっからほどいたところでこの先になるですからね。そう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 。でしかも回転が入り続けることによって今度回転をした結果左はどんどん上に伸びてくるんで、要は、うん、上に逃げるわけですよ。伸び上がるとは違いますよ、はいはい、こうやって回転の結果伸びてくるんで絶対ダフらないよね。結構でも難しいかもしれないですけど、でも初心者の子とかも結構大事っすね。やった方がいい。大体もうこういっちゃうっすもんね。そう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 。だからハンドファーストとかっていうのは結局まあいつも言うけど最終的なとこはもうこの副産物なんだ。動きの副産物で得られる。今の動きしてればもうハンドファーストになるし、はいはい、もうそもそもプロゴルファーみんな高風だからハンドファーストって、うん、だからハンドファーストになってるだけなんで、はいはいはい、うん、そこを理解してほしい。やっぱここをイメージするといいっすね。そう、恥骨かなりいいと思う、はあ、うん、下半身、体全体が勝手にいい動きになっていくんで。そう、うん、そう、ああいいな。まずこれステップがあって、はい、ちゃんとお尻の使うっていうこの引く動作、あ、うん、ちゃんとまずバックスイングができてるって前提の上でね、はいはい、まずこれできないと何も話にならない。あ、まずこっちがちゃんと引いてスペースができている状態でこっちを引くっていうこのモーションが覚えてるからこそこっちに持ってこれるんだよ。うん、これが何もできてない、例えばバックスイングがこうなってるとか、もしくはこっちの引き方がまだ分かんないと、膝の引き方が分かんないっていう人がこれ意識しても、はい、ふっとこっち側で切り返すアクションが癖づいちゃってるんでどうしてもできないんだよ。だからまずこのステップをたどった結果できたってことですね。これができないよっていう人は、まあ、バックスイング、まあ、お尻の引き方、お尻の維持ってとこを順番に見て順番にやっていくとできるようになる。っていう感じ。やっぱそれがないとちょっと難しい、ね、そういうことです。はい、ぜひちょっと覚えてもらって、はい、やってください。いかがでしたか。いやー最高です。ありがとうございます。やっぱ本当に何が最高かってその作ろうとしてお尻を後ろに突き出すとかやってたんですけど、うん、どうしてもやっぱ回転が止まっちゃうというか詰まるというかそうなんですよね、という感覚があってなんか、うん、うん、おーみたいな、うん、息切れないみたいな、そうそうそう、うん、だったのがこう恥骨イメージでいくってやったらもう回転がスムーズになってるんで、そうですね、めちゃくちゃいいです。ぜひ皆さんも試してみてください。そうすればあの夢の手元の低いインパクトが間違いなく手に入ると思います、はいはい、ちょっと難しいですけどね、そうです、はい、練習はかなり必要なんで、はい、しっかり手順を踏んでそうやってください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Oh.